はい、こんにちは。こんばんは、タカです。相場の方よく動いてきましたかね。特にドルの方にこう流れが出てきたように思いますので、全体的にこう動きも出てきているように思います。そしてまあ肝心のドルですけども、やっぱりこうドル売りですかね。ドル、上値が重い状況が出ています。早速まあチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。ドルは直近の安値、こういったところを割り込んでから下落トレンドが、これはもうはっきり見えているかと思います。現在もこのトレンドをしっかり見ている段階なんですけども、ここ最近少し流れが止まってたんですね。調整局面を見ていました。昨日ですけども、少し上髭つけて、少し上値の重さが見えたかなというふうに思いましたんでね、若干まあ売り目線で僕なんかも見ていたんですけども、大きなギョドンと入ってきましたね。ただ、今の現在地、これ直近安値、まあ、若干抜け出ますけどもね、ただこういったところはやっぱりサポートされやすいところだと思います。まあ抜けるにしても、まあ、一悶着ぐらいはあるんじゃないかなというところですかね。まあ、当然、売りトレンドは見てますんでね、まあ、いつか下に抜けてくるんではないかとは見ていますけども、ただここをレンジ、調整レンジと見ていくんならね、ここはレンジの安だけ、まあ、サポートされてもおかしくないところですからね、一方的にドーンと売りが入ってくるかどうかは別問題と、このあたりで一旦の調整は挟んでくるかもしれません。引き続き、まあ、ドル売りたいところですけどね。ただ、現在地が安値圏というところで、まあ、昨日であればこれドルね、積極的に売れたんですけども、今の現在地はちょっとドルは売りにくい場所かなと思います。ただ、ドルを買っていくには流れが悪すぎますね。安値圏ではあると思いますけども、まあ、それでもドルを売っていく、ドルの売り場探しは変わらないかなと思います。まあ、今日はちょっと慎重に見たいですね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円もずっと弱いんですよね。もうこれはもう変わらないですけども、ただここ最近流れが止まり出しています。調整局面ですかね。まだはっきりこう高安が見えてるわけではないと思うんですけども、ただこれ昨日陰線が出てしまったことによって、まあ、少し上の抵抗を見えてしまいましたかね。下にはサポート、直近の安値がありますから、まあ、現在こう調整レンジを見ていくなら今の現在地レンジ真ん中です。円相場はちょっと難しい場面に入ってしまったかなという気はしますね。チャートの流れだけを見ていけば、まあ、売り場探しになってくるんでしょうけども、まあ、調整レンジを見てますんでね、まあ、売っていくにしても売っていく場所はあるんじゃないかなと。やっぱり上に引きつけてのショートが基本になってくるかと思いますし、少し売りが出てきてしまうとレンジのおかげ、まあ、安値圏ということにもなりますんで、こうなるとまあ売り場探しは慎重に難しくなってくるとも思います。まあ、レンジですからね、下に引きつけてのロングなんかもありだと思いますけどね。ただまあはっきり見えているのは、ここ最近円の弱さは際立っていましたけども、さすがにこの動きは一旦落ち着いてきたというところですね。買いが入ったり売りが入ったりしやすい相場かなというふうに思います。ということはまあ円が絡むずかドル円とか黒線、このあたりもまあフラフラしやすい値動きになってくるかなと思いますので、フラフラするということは、まあ、ひとまずレンジを疑いたいですかね。レンジをトレードしていくんであれば、まあ、高値安値、これの把握が大事になってきます。上から売る、下から買う、これをまずは見ていくことになるかなというふうに思います。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。先週からもよく動いていた相場でしたけども、まあ、今週も火曜日からよく動いてますね。特に昨日に関してはこのユーロがすごく元気でした。途中までユーロ高、ドル高という流れになっていましたけども、まあ、後半ドル売りが入ってしまいましたので、まあ、ユーロの一強という流れになっています。これだけこうユーロが強いという流れ、まあ久しぶりに見ましたかね。まあユーロドルなんかを見ていると高値も抜けてきてますんで、まあ強いのは十分わかるんですけども、ただここ最近の流れとしてなかなかこのユーロというのは買いが続かなかったんですね。まあ僕も何度だなここのユーロ反転のタイミングというのをね、こう見ていたりもしたんですけども、その都度は潰されたという過去もありますので、今回も僕はまあ慎重になってしまいますけどね。ただまあチャートの方を見ていけば高値はブレイクしていますので、まあ見ていくんならやっぱりユーロ買い、これは注目だと思います。ただまあ個人的にはね、少しやっぱり警戒はしたいですかね。あとは後半に入って売られたこのドルですね。まあ、これをどう見るのか、押し目と見ていくのか、それともこのドル売りの流れを見ていくのか、現在ドルはレンジの安値圏、これ以上ドルに売りが入ってしまったら難しい、そういった場所に今ドルはいると思います。まあ、安値ですからね、まあ、一旦流れが止まることはあるかもしれませんけども、まあ、ここ最近の流れからも、僕はやっぱりこう継続してドル売り見たいところですかね。ですからこう弱いドルに対して強い通貨を見ていく。まあ、昨日であればこのユーロとかね、あとはまあ個人的にこのポンドなんかは気にしているんですけどね、このポンドあたりは注目をして見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。今週の週足、ドル円全然動いてないんですよね。まあ、相場の方よく動いてると思うんですけども、ドル円は動きがないんです。この背景というのが、まあ、ドルと円との同期性ですね。ドルも円も同じように動いてしまっているから、まあ、結果動かないということになってしまっています。
ただこう動き出すタイミングがね、ドルと円でまちまちですからね、決してボラがないというわけではないんですね。上がったり下がったりはしていますけども、結果動いていないと、まあ、つまりレンジの動きになっているということですね。週足環境見ているとちょっと方向がないですかね。まあ、チャートは強い流れ見えてはいるんで、買い場探しというチャートになっているかと思いますけども、その割にはちょっと上値が重いですかね。今週は残り2日間、この2日間で高値を取ってこないと高値更新できずということになりますので、来週は上値の重さを見ていくことになります。高値更新あるかどうかが、まあ、ドル円の最大の注目ポイントということになっておきそうです。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、冷やし環境見ても変わらないですね。上昇トレンド見えてはいますけども、現在、上値が抑えられています。142円で一旦流れが止まってますかね。調整レンジを見ている状況です。高値142円少し超えたところ、安値は141円を超えたところ、まあ、3040あたりですかね。まあ、レンジの幅としてはすごく小さいと思いますけどね。ただこの前に大きなレンジからのブレイクという形がありますので、もしかしたらワンサイズ小さな上昇トレンドがここで見えてくるのかもですね。ただそのためにはこの足場崩れてしまったらダメですから、まあ、強気で見ていくんなら、まあ、今週の安値割れるかどうかは大きなポイントになってはきそうですね。もし割り込んでしまったら、大きな赤い上昇トレンドの、まあ、高値ブレイク失敗という形も見えてしまいます。そうするとまたこの140円台というのが少し上値重いことにもなってしまいますので、これは波の反転にもつながってしまうかもしれません。まあ、今現時点でそこまでの大きな流れを見ているわけではないですけどね。そのきっかけとなりそうなサポートが、まあ、この141円のサポートになってくるかなと思いますので、まあ、ドル円ロングで見ていくんなら141円はキープしてもらいたいところですかね。割り込む動きに対してロングを見ていくのは少し慎重になりたいと思いますし、仮にまあショート大金の差を見ていくんなら141円割れるかどうかというのは大きなポイントにもなってきそうで、まあ、この決着を見てから、まあ、ショートに乗っかっても面白そうだと思います。今はまだしっかり141円乗せてますからね。チャートとしてはすごく強いとは思います。ただまあ若干こうドルが弱いんですよね。まあ、これをどう見ていくのか、まあ、円も弱いですからなかなか下がってこないんですけどね。ドル売りという流れ、これが本格的に出てくると、まあ、下落の流れもはっきり見えてくるかと思いますのでね、そこは注意が必要ですね。141円をブルベアの分岐点として見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。短期足見ても景色は全然変わらないですね。上昇トレンドの調整レンジで見ていけばいいかなと思います。高値が142円の20あたり、安値が141円の20あたり、まあ、上下1円ぐらいのレンジ相場ですね。下のサポートがとても大事というのは、まあ、上位足の環境で触れた通りです。割り込んでしまったら、まあ、大きな足の行ってこいの形も見えてしまいますので、これをロングで見ていくというのはちょっと警戒したいですね。ロング見ていくんなら141円の20ですが、今見えてるサポートがしっかり効いてる状況でロングは狙いたい。逆にまあドル円の上値の重さ、ショート目線で見ていくんであればね、例えばこの辺り1回2回と高値試してるわけでね、まあ、少し上値の重さなんか見えてはいますけども、まあ、本格的にこう売りを見ていくんであれば、せめてもこのサポートは割ってこないとね、少しまあ話にもならないかなと思いますので、しっかりまあ売りを確認して、割れたというのを確認してから、まあ、売っていくのがセオリーかなと思います。まあ、もしくは上の方で売っていくのもいいと思いますけどね、ただ高値更新してしまったらこれも環境全然変わりますので、高値バック抜けたら投げると割り切っていくんなら、まあこの辺りから売っていくのもいいと思います。ただ今は結局はレンジ相場ですからね、基本は上から売って下から買ってということになるんですかね。相場としては強いと思いますから、まあ、下から買ってというのを基本線として見てはいくことになると思いますね。ただ、まあ、ちょっと気になるのがドルの上値の重さ、サポート割れてしまったら、まあ、ちょっとドル売り強く出てきそうですからね。まあ、そうなるとこうドル円にも環境の変化は出てくるかもしれませんので、まあ、そのあたりも横目に見ながら、今日もね動き見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均強い上昇トレンドの、まあ、調整レンジ明らかに見えてきましたかね。高値安値がこれで見えてきたかなと思います。安値、これが$34,000あたりで見ていけばいいんですかね。少し割れたところで見てもいいと思います。一方で高値$34,400、まあ、調整レンジとしてもいい値幅かなと思いますんでね、割り込んだらまあ波の反転と、あとは波の起点部分へ向けた下落というのも想定して見ていかないといけないと思いますんで、まあ、ロング見ていくならこの売りには付き合いたくはないですね。ということは、ま、買っていくんであれば、今のこの位置は結構ギリギリのところかなと。まあ、これ、冷やしを見ていくと、下髭付きで、陽性になってますからね。まあ、一旦のサポートは見えているのかなと。買っていくのは面白いと思います。ただ、割り込んでしまったら、ま、そうとも言っていられなくなりますので、そうなったら一旦は出たいですかね。このサポートを見ながら、ま、上昇トレンドの継続を見ていくことになるかなと。このドル売りの流れに合わせて、チャートの方も強くなってきてますからね。ドルとの逆相関というところを見ても、面白いとは思います。
はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。まあ、日経平均は本当に強いですね。全然こうしてこないですけども、高値圏で足場を作っています。レンジ相場。まあ、はっきりレンジが見えてますからね、高安さは見えてるんではないかなと思います。安値、これが 33,200 円あたりですかね。一方で高値、これが 33,700 円、800円あたりを見ています。まあ、今の現在地は高値圏ですけども、まあ、チャート強いんでね、まあ、いつブレイクしてきてもおかしくないかなというふうには思います。ただまあここまで本当に大きなトレンドがありましたんでね、高値警戒感というのは持ってもいいと思いますけども、まあ、相当これショートが積み上がってるんでしょうね。なかなかまあ下がってこないと。一旦このショートの踏み上げ、まあ、つまり高値更新で一旦投げるみたいな動きが出てこないと、まあ、次の売りは出てこないのかもですね。まあ上値が重いのは明らかだと思いますけどね。だからといってまあすぐに売りが出てくるわけではないと。まあ相場の世界ではこういった動きはまあよくある動きではあるんですけどね。ただまあ反転見ていくにはもうちょっとまあ時間はかかってくるのかもですね。まあ何かきっかけは欲しいですね。はい、変わりました。こちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。昨日金危なかったですね。下の方をまあ少しつけたんですけども、最後に戻されました。結果レンジが見えています。ということは、底堅い動きを昨日は見せたということになりますけども、まあ、途中これも少し崩れてしまったかなと、少しまあ慎重に見てましたけどもね、まあ、しっかり買いが入ってきました。現状まだサポートはしっかり効いているんではないかなと見ています。まあ、今回サポートを確認してますからね。これ一回ロング見ていくのも面白いと思いますね。再び割り込んでくると、まあ、一回サポート確認してるにもかかわらずの売りですからね。相当まあ大きな売りが入ってきてるんだろうという見方にもなるかと思いますので、まあ、もう一度割り込んでくれば、まあ、撤退と考えながら、まあ、一回このロングを見ていくのはいいと思います。現在地はレンジの安値圏だと思いますので、まあ、ちょっと売りは警戒したいところだと思いますね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、まあ、ちょっと方向感ないですね。レンジの形が見えてます。ちょっとこのレンジの値幅としては狭いと思いますけども、ただま、高値ははっきり見えてますね。142円。次のトレンド見ていこうと思えば、抜けていかないといけない大きな壁に今なっています。まあ、昨日も若干抜けたんですけどね、潰されてしまいましたので、相変わらず割れ重い状況は出てます。ただ下を試してないんですよね。まあ、今回上を試したという形が若干見えましたんで、まあ、ドルも割れ重い状況出てますからね、まあ、少しこう下を試す動きに警戒はしたいところですかね。はい、そしてま、肝心のドルですけども、まあ、サポート割れた売りのトレンドも、これはずっと見てるんですけども、まあ、現在は流れが止まって調整局面。まあ、高値圏も見えてますし、安値圏も見えてます。現在見てるのはレンジ相場ですから、まあ、現在地は安値圏ではあるんですけども、ただ昨日結構大きな売り入ってますからね、このまま下の方に抜けてしまったら、まあ、ドル売りトレンドが再び見えてしまうことになります。ただま、こういった動き出てくると波の起点だいぶ上なんですよね。相場としてはもう伸びきったチャートになってしまうかと思いますので、まあ、ドルが弱いのはわかるんですけどね、ただなかなかまあついていくのは少し難しい動きになってくるかもしれません。直近の安値圏ですからね、弱い流れを見ていくにしても一旦足場を作っての下落の方が、まあ、流れとしては見やすいと思うんですけどもね、まあ、これがどうなりますかね。まあ、どっちにしてもこうレンジの安値だからまあロングを見ていこうかと考えるにはちょっとチャートは弱すぎるように思いますので、ドル買いは相当慎重に見ていきたいところだと思います。ドルはこれ本当にギリギリのところですね、注目はして見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。